広島手芸雑貨店レッチェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、一日一つの手作りをご紹介していきます。本日はこちらのアクセサリーのペンダント台のパーツを使って UV レジンを流し込んでクリスタルを固めたこちらのパーツを使ってアクセサリーをご紹介したいと思います。では早速どうぞ。では早速始めていきたいと思います。こちらに、クリスタルを入れてブラックを入れて UV レジンで固めたパーツが、はい、あります。こちらペンダント台ですね。こちらを使っていきたいと思います。まず、直径4ミリの丸カンを用意します。切れ目を上にしていただいて丸カンの3時とくじをギュッと持ったらピッとひねって開けてください。そうすると、はい、丸カンに隙間ができます。この隙間にこのパーツを一つ、はい、入れ込みます。そしてこちらヘアゴムにもう金具がすでについてるパーツがあります。この金具のところに入れます。そして丸カンをまた3時とくじをしっかりギューッと持ってピッとひねって閉じてください。はい、そうするとこんな感じでパーツに、はい、今つけたアクセサリーがくっつきます。そしてもう一つ、はい、丸カン直径4ミリを用意して切れ目を上にします。そして3時とくじを持ってギュッとひねってください。そしたら隙間が空きますので今度はこのバンビのパーツを、はい、丸カンをすくいます。そして同じ場所に、はい、このヘアゴムの金具の同じ場所に、はい、丸カンを通しますよ、はい、そして、丸カンの3時とくじをしっかりギュッと持ったらまたピッとひねって止めてください。はい、そうするとこんな感じでヘアゴムのパーツに、2つのアクセサリーがついた簡単な、ヘアゴムアクセサリーが出来上がりました。今回ご紹介したハンドメイドはレチェのネットショップでキット販売、単品販売をしております。ネットショップの方では、その他たくさんの動画も配信しておりますので、ぜひひらがなでレチェと検索してご覧ください。YouTube では新しいハンドメイドの簡単な作り方を、随時どんどん配信しておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。こんなのが見たいというリクエストもお気軽にお寄せください。商品につきましてもこんなの入れてほしいとか、まあ、こんなのありませんかとかいうお問い合わせもぜひお寄せください。以上、広島手芸雑貨店レチェの向田でした。